時勢の国見る武将の死に際、末春方。歴史の細道、案内人の沙織です。今回は時勢の国見る武将の死に際、末春方について紹介していこうと思います。若くしてはその美貌で主人を籠絡し、長じてはその主人を死して当主の首をすげ替える。こう書くと末春方はなかなかのくせ者に見えますが、本当のところはどうだったのでしょう。末春方の時勢。何を惜しみ何を恨まん元よりも、このありさまに定まれる身に。この後に及んで何を惜しみ何を恨みに思うものだろう。この定めは最初から決まっていたのだから。一見人生を定款したような読みぶりに見えますが、そうでしょうか。むしろ私にはわしの身にこのような定めが待っていようとは口惜しきこと、という嘆きとも悔しさとも取れるものを感じてしまうのですが、恨みますまいこの世のことはってやつですね。春方が秋厳島合戦で毛利元就に敗れて自刃したのは35歳の時です。若い死ですが、35年の歳月は濃厚で波乱に富んだものでした。春方誕生、主君義高の長身に。大永元年1521年、春方は大内家の諸家三木田氏の、そのまた分家である末氏の末沖房の次男に生まれます。やがて小姓として出仕し、その美しさから7歳年上の主君大内義高の寵愛を受けます。元服の時にはその一字を授かり、高房と名乗りました。天文9年1540年、出雲の尼子春久が毛利の居城吉田郡山城を囲んだ時は、義高が毛利元就に送った援軍の総大将として出陣し、尼子を撃退する武功を挙げています。この頃毛利は大内氏に従っていました。主君の長身として順調に出世していった春方ですが、最初のつまどきが起こります。天文11年1542年、春方は義高に向かって、今こそ尼子氏の本拠地を叩くべきだと進言しました。その意見を入れた義高は自ら大軍を率いて尼子氏の居城合山戸田城に襲いかかります。ところが当然勝つと思われたこの戦いに、大内軍は敗れてしまったのです。尼子側のゲリラ戦術や巧みな戦いぶりのせいですが、義高は海路で、春方は陸路で方法の手で逃げ帰りました。悪いことは重なるもので、義高が養子師として迎えていた春持ちたちが乗った船が転覆、多数の将兵を失い、春持ちも溺れ死んでしまいます。塞ぎ込む義高、意見する春方、取り入る竹刀。世継ぎをなくし戦国大名としての覇気を失った義高は、以前から関心を寄せていた都ぶりの文物に一層心惹かれるようになり、軍事のことに興味を持たなくなりました。さらに悪いことには、社史に流れる多くの入り用の付けを領民への重税で賄おうとしたのです。春方は何度も意見しましたが入れられず、それどころかうるさいやつよと次第に遠ざけられるようになりました。義高にすれば、春方の勧めに従って力押しで合山戸田城を攻めた挙句大敗、おまけに嫡男で大事な世継ぎの春持ちまで失ってしまいました。それなのにまだしたり顔でわしに意見するのかと、かつての寵愛もすっかり冷めてしまいます。代わって台頭してきたのが、元坊主の前歴を持つ文治派の相良武となる人間です。その頃周防の国には、応仁の乱を避けて京都から逃れてきた公家衆が何人も滞在していました。公家趣味の大名として知られた義高を頼ってきたのですが、春方の目には竹刀がそれらの公家と義高の間を盛んに取り持っているように見えました。
春方はこいつは主君のそばに置くべき人間ではないとして竹藤の暗殺を試みますが、察知されて失敗。逆に義高に訴えられ、次第に家中での立場をなくしていきました。当主の首のすげ替え。天文20年1551年8月28日大内氏の行く末を案じた春方は当主の首のすげ替えを企てて挙兵、義高を長門の国大念寺に追い詰めます。9月1日に義高は家臣の解釈で自刃しました。ちなみに義高の自姓は以下です。打つ者も打たるる者も諸共に如役如伝王佐女勢官。打つ人も打たれる人も共に梅雨のごとく瞬時の雷のごとく儚いものだ。人生はこのように眺めるべきものだ。これは自死を前にしての策のようで、春方の自生と比べるとこちらは本当に低感の念が感じられます。9月2日には義高の実子の義高も末軍に捕まり殺されてしまいました。同時に大内氏の庇護を受け周防の国に来ていた三条金頼ら多くの公家衆も殺害されます。春方は天文21年1552年には義高の姉の子であった春秀を豊後の大友家から迎えて大内家の当主に据えました。春秀は名を義高から一字を取った義長と改めます。義長も義高と同じくキリシタンに理解のある開明的な君主でした。大内氏傘下の領主たちの中には主君を討った春方のやり方に反発する者も多く、義長、春方陣営から離れる動きが出てきます。毛利氏もその一派でした。大内氏の勢力は大きく損なわれました。横槍を入れる毛利。大内義高が春方に強いされた時、いち早く春方追討を叫んだのは毛利高元でした。高元の妻は大内家の重臣内藤沖盛の娘が義高の養女格として嫁いできたものです。つまり義父の仇討ちという大義名分が成り立つのです。はい、名分だけです。しかし高元の実父元就は慎重でした。まだじゃ、今すぐにでは勝算が立たない。元就は春方陣営の切り崩しにかかります。反感の策によって義高の姉を正室に迎えていた石見の国の吉見政頼に春方討伐の兵を挙げさせることに成功します。驚いた春方は急いで政頼の征伐に向かいますが、なかなかに手こずってしまい、その間に毛利が大内家傘下からはっきりと離反してしまいました。元就は大内家から離れただけでなく、安芸の国の大内氏方の城の大半を攻め落としていきます。気がつけば安芸の国は毛利のものになっていました。厳島で毛利の奇襲に敗れる。弘治元年1555年9月春方は2万余りの大軍を率いて自ら安芸遠征に乗り出します。毛利が厳島に築いた砦で宮の城を落とし、その後海路を進んで安芸の国海田へ上陸。毛利の本拠吉田郡山城を叩くつもりでした。しかし元就の方が一枚上手でした。狭い厳島に2万余りの軍勢を押し込め、身動きの取れない春方軍に4000の兵で夜襲をかけます。味方同士で右往左往する春方軍を尻目に、身軽な毛利方は縦横に動き回り、博打尾の峰から春方軍の遠野岡の本陣へ襲いかかりました。寝込みの本陣を奇襲され、春方軍は総崩れになってしまいます。大内の船は村上水軍の手で撃退。なんとか逃げ出した春方は大本浦へ出て味方の船に乗り込もうとします。しかし
周防大島に病泊していたはずの大内水軍の500艘の船は、毛利氏に組する村上水軍の手でことごとく撃退された後でした。さらに春方たちが大本浦から島の西海岸を伝って大江の浦へ逃げ延びる間に、付き従ってきた部下の将兵も次々に討ち取られ、気がつけば周りにいる部下はすでに数えるほどに減っています。もはやこれまで天命にも突き放されたと悟った春方は、大江の浦で自刃して果てました。これを裏付ける文献資料は、当時の厳島神社の宮司であった棚森房明の覚書にある「末の前教は大江というところにて腹切り申す」との一文です。春方の最後、最後の宴を催すにも酒の用意もなく、主従は谷川の水を汲み、山崎景湯に一曲歌わせ、春方も一差し舞います。冒頭の辞世の句はこの時読まれました。辞人の解釈は、近似の伊香賀民部醤油房明が務め、主宮は春方の衣装の袖に包んで岩陰に隠します。さらに石を積み、上から木の葉で覆いますが、自分たちまでこの場で自刃しては毛利方に発見されてしまうでしょう。それを恐れた房明は、影湯や柿並佐渡守らと共にその場を離れ、翌日山を越えて東海岸の青のり浦まで行き、そこで差し違えて亡くなりました。せっかくこのようにして隠した春方の主宮でしたが、草履取りの音若が毛利軍に捕らえられ、在処を白状してしまいます。元就は主宮を探させ、対岸の桜尾城へ運び、丁重に首改めを行い、その後、東雲寺に葬られました。最後まで動画をご覧いただき、ありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったら、チャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。